どうも、セリカです。本日の動画は、進む平泳ぎキックについてご説明していきたいと思います。あなたはこんなお悩みはありませんか？平泳ぎがなかなか進まない。キックで進みたい。伸びる綺麗な泳ぎを身につけたい。ということで、本日は4つのポイントをご紹介していきたいと思います。動画の後半には4つのポイントを網羅した2つの練習方法をご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。まだチャンネル登録がお済みでないという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。それではまずは、進む平泳ぎキック4つのコツを一気にご紹介していきます。まず1つ目、縦より横で進む。2つ目、絶対にやってはいけないキック。3つ目、どれくらい足を開くのか。4つ目、上級者が使うワンポイントテクニックということで、以上4つを1つずつ詳しく説明していきます。平泳ぎをまだ始めたてという方はもちろん、ある程度平泳ぎを練習してるんだけどスピードが頭打ちになってしまったり、どうしてもすぐに疲れてきてしまう泳ぎになっているという方は、是非参考にやってみてください。動画の中でわからない点がございましたら、是非コメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。まず1つ目、縦より横で進むということについてお話ししていきます。基本的に平泳ぎのキックは縦に足を伸ばすのか横に足を伸ばすのかという2択の方法があります。結構水泳のレッスンなんかでは縦にキックを打つというやり方を進めている方が多いのですが、私はどちらかというと今回お勧めしたいのは横に足を開くキックをお勧めいたします。まずよくレッスンなんかで教えていただく縦のキックのやり方なんですけど、よく言われるのはかかとを後ろに押すという感じですね。かかとから後ろに押して足の裏で水を押してくださいという練習方法、キックの方法を教わる方が多いと思います。で、それだとどうしても私はそれをあんまりおすすめできないんですけど、膝が痛くなってきてしまいます。平泳ぎのキックをやってて膝が痛くなってきたという感じる方だったり、腰が痛くなってきたという感じる方は、もしかしたらそのキックが原因で痛くなっている可能性があります。そこで私がおすすめする今回は横で開いて進むキックということなんですけど、これは足を開いて閉じる時に進むやり方のキックのことを言います。なのでどちらかというと膝に負担がかからないで足を挟む、この時の力を使って推進力を生むというやり方です。足を横に開いて挟んでどうして前に進むのかと疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、この後の解説でそれは詳しく説明していきます。まずはどうしても膝が痛いとか腰が痛いとか感じる方、そしてキックでなかなか前に進まないなと思う方は、ぜひこの横で進むキックを覚えていってください。続いて2つ目、絶対にやってはいけないキックについてお話ししていきます。この絶対にやってはいけないキック、一度は聞いたことある方いらっしゃると思いますが、煽り足と言います。はい、煽り足の平泳ぎキックはもう絶対にやってはいけないキックです。どういうキックかっていうと、今ご覧いただいている映像っていうのは足首をずっと曲げたままキックを打っているの分かりますでしょうか。もう一度見ていきましょう。足を引いて、その足を引いた時も足首をしっかり曲げた状態ですね。このまま足の裏を後ろに向けたままキックを打っていくのが正しいキックなんですけど、煽り足っていうのは足の甲が後ろに向いてそのまま足の甲で水を押してるキックのことを言います。なので足の甲でお水を押してしまっている方、どうしてもね、まあ、感覚的には難しい、自分で煽り足になっているか否かっていうのは結構判断がもしかしたら難しいんですけど、足の甲でお水を押している方というのはそれは絶対にやってはいけない平泳ぎキックにはなりますので気をつけてください。これはもうどの教室に通おうがレッスンに通おうが絶対に注意されることです。私も子供とか初めて平泳ぎを教わる方なんか教えてて、結構まあ皆さんバタ足はご存知なんですよね。
なのでバタ足足の甲で水を蹴るその感覚のまま平泳ぎキックをやってしまうっていう方が多いんですけど、それだと平泳ぎは反則になってしまいます。反則というか、まあその煽り足って絶対にやってはいけないキックの一つなので、ぜひそれは頭に置いて練習してみてください。3つ目、どれぐらい開くのということで、どれぐらい足を開くのかについてお話ししていきます。一番最初にお話ししました、私は横に開くキックをおすすめしますが、一体どれぐらい足を開いてキックを打てばいいのかということについてお話ししていきます。スローで一緒に見ていきましょう。はい、ここで足を引きますね。足を引いた状態で、引いたこの角度のまま基本的には足を伸ばしていきますが、私の目安としてはそんなにまあ開かないんですけど、90度以上を目安にしてます。まああのね、人によっては足の柔軟性だったりでそんなに開けないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ90度から120度ぐらいが一番理想だと私は感じています。90度以下、もう本当に45度とか、ある程度狭くなってしまうと、せっかく横に開いてキックを打とうとしても、狭すぎて、その閉じる場所が少ない。閉じれる距離がなくなってしまうので、推進力もそこまで生まれなくなってしまうんですね。なので、できる限り、開く。90度以上開く。で、理想は120度ぐらいを目安に、開いてみてください。まあ大体大股で歩く時の角度と同じぐらいです。あのそこまで頑張って開こうとはしなくていいです。ご自身できるこれぐらいだったらそんなに力を使ったり、まあ意識しなくても開くなっていうその角度でやってみてください。あんまり狭すぎても前に進まなくなってしまうので気をつけてください。開きすぎも良くないですが、できる限り開くようにしてみましょう。4つ目、上級者が使うワンポイントテクニックをお話ししていきます。はい、以上3つのポイントができたという方は、最後ちょっとだけおまけとして上級者が行っているテクニック、キックのテクニックを使ってみてください。どういうテクニックかっていうと、最後のキックの終わりでスナップをかけるっていうテクニックです。スナップって何かっていうと、ちょっと足首をひねるような感覚ですね。なんか野球なんかをやったことある方は聞いたことあるんじゃないかなと思います。ボールを投げるときに最後手首をまっすぐにする、この動きを足首で行っています。で、やるポイントとしては、やるタイミングは足を横に開いて閉じた後ですね。閉じた後にちょっとだけ曲げていた足首をまっすぐにする、このちょっとの動きで上級者は多少ね、その推進力を上げたりすることができるので、余裕のある方はぜひやってみてください。まあ、正直やるかやらないかで言ったら絶対やった方がいいです。あの、なんでかっていうと、確かにね、その足首を曲げることは本当に重要なんですよ。で、足首を曲げたまま足を閉じて、またそのままの状態で足を引いて、またキックしてっていうのも全然いいんですけど、引いて、横に広げて閉じました。で、閉じた時に足首が曲がってしまっていると、まあ前に進みたいんだけど足の甲で抵抗を引っ掛けていることにもなるんですね。だ、それを防ぐためにも上級者はスナップっていう、最後足首をまっすぐにする動きを使ってるんですけど、もし余裕があるっていう方はぜひそのテクニックを使ってみてください。ちょっとした推進力アップにはなります。ということで、練習方法を2種類ご紹介していきます。本当に簡単な練習方法なので、ぜひ参考にやってみてください。まず1つ目の練習方法が、立ってかかとタッチです。これは足首を曲げたまま動かすっていう練習法になります。このように手を気をつけの状態で下に伸ばしていただいて、足を引いた時にかかとと手のひらをタッチして戻す、タッチして戻すっていうやり方のことをかかとタッチと言います。やっぱりその多いのが、まあ煽り足になってしまうっていう方ももちろん結構ねいらっしゃるんですけど、足を動かしてる間に足首を曲げるのを途中で
諦めてしまう、やめてしまうっていう方も結構多いです。足を引いた時は確かに足首はね曲がった状態にはなってるんですけど、途中まあ足を開いたり水を蹴っている時に足首がねもう元に戻ってきてしまう、まっすぐになってきてしまうっていう方も一定数いらっしゃるので、まず本当に初心者の方、これから平泳ぎキックを学ぶっていう方、もしくは平泳ぎキックにちょっと頭打ちを感じてしまっているという方は、ぜひこういうね一度初歩的な練習に戻ってやってみてください。意外とこれができていなかったりもします、はい、このように足首をずっと曲げた状態でまずは足を自由に動かせるようにしてみてください。でもう一つ、かかとタッチをする時のこの理由としては、足を引く角度がよくわかります。ありがちなのが引いた時に背中をね反ってしまうっていう方結構いるんですけど、そうじゃなくてこう立ってかかとタッチするっていう時も腰が反らないように、背中を反らないようにかかとと手をタッチしてみてください。そうするだけでも足の引き具合っていうのが結構変わってきます。続いて2つ目の練習方法はプルを挟んでキックです。こちらはもう完全に足の内側で水を挟んで進む練習になります。基本的にはもちろんねその足の裏を使って水を押してそこで推進力を生むっていう手段っていうか効果も多少はあるんですけど、足の裏っていうのはもう面積が小さすぎてそんなにお水を押せないんですよ。しかも感覚的にも鈍い場所なので、そんなにすごい推進力を生む方法にはなりません。私がどちらかというとおすすめしますのは足の内側を使って推進力を生むことです。足をこうやって広く開いて挟むことによっても推進力って結構生まれるんですよ。まあ、理屈は結構難しいのでここでは説明しませんが、挟むっていう動作だけで推進力は生まれます。で基本的にはあんまりももの内側の推進力は生まれないです。ももの内側を挟んで進むのはそんなに効果はないんですけど、どちらかというとその平泳ぎを横に開いて挟むキックっていうのはふくらはぎの内側だったり土踏まずだったりを使って推進力を生んでるので、そこの感覚を鍛えるためのテクニックがこのプルを挟んでキックになります。最初はねどうしても足が開かなかったり進まなかったりで難しい部分はあると思いますが、慣れてくるとその練習を重ねると、あここでお水が重くなるんだなとか挟んだ時に進むなっていうのを感じるようになりますので、ちょっと地道ではありますが練習をやってみてください。ということで以上が平泳ぎキックのより進むキックの練習方法でした。いかがでしたでしょうか。ぜひ参考までにやってみてください。ということで本日の動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。